地域主権戦略会議とは内閣府に設置されていた期間。地域のことは地域に住む住民が決める地域主権を早期に確立する観点から地域主権に資する改革に関する施策を検討し実施するとともに地方文献改革推進委員会の勧告を踏まえた施策を実施する目的で2009年11月17日付閣議決定に基づき内閣府に設置された。 2012年12月第2次安倍内閣が発足し、2013年3月8日の閣議において地域主権戦略会議が廃止され、地方文献改革推進本部の設置が決定する。地域主権戦略会議第1回にて原口プランと呼ばれる工程表が示された。なお、当初は二千十三年夏に地域主権推進大綱の策定という工程であったが、 地域主権戦略会議における一年前倒しすべきという指摘により以下となった。見直しとして関連改革を総レビューし地域主権推進大綱を策定地域主権戦略会議の議論を円滑かつ迅速に進めるため地域主権改革に資する各種検討課題のうち特に喫緊かつ重要と考えられるものについて担当の主査を指名し 各課題の論点を抽出、整理する。ただし、地域主権戦略会議の場で、引き続き実質的な議論を行う。担当主査小早川光雄が容疑むずけ、枠付けとは、国が法律で細かく、基準を定めて自治体の仕事を規制する行為のことを言う。法制的な観点から、地方自治体の自主性を強化し、政策や制度の問題も含めて、 自由度を拡大するとともに、自らの責任において行政を展開できる仕組みの構築するため、地方文献改革推進委員会第三次勧告に掲げた義務付け、枠付けの見直しを検討する。義務付け、枠付けの第一次見直しでは、地方文献改革推進計画に基づき、義務付け、枠付けに関係する41法律を一括改正を行った。 第2次見直しでは、第3次勧告のうち、第1次見直しの残りの義務付け、枠付けの見直しを検討する。地域主権戦略対抗、第2次見直しでは、対象となった370項目748条項中、308項目528条項が、義務付け、枠付けの具体的な見直し措置となった。 平成23年の通常国会にて所要の改正を行う一括法案を提出するとしている。これに対して地方6団体は現場ニーズの強い地方要望分104条項のうち3分の2が見直しとならなかったとし、さらなる見直しに取り組むことを要望している。地域主権戦略大綱では今後第三次勧告の実現に向けて引き続き検討するとともに、 第2次勧告で示された約4000条項のうちまだ、見直しの対象とされていない約3000条項についても、具体的に講ずべき、措置の方針等を今後検討、整理した上で、見直しに向けて取り組んでいくとしている。担当主査、前田雅子外洋地方文献改革推進委員会、第1次勧告に掲げた事務を対象として、住民に、 身近な行政はできる限り地方自治体に委ねるという補完性の原則に基づき各府省から基礎自治体への権限以上を検討する。地域主権戦略対抗地域主権戦略対抗では見直し対象の82項目384項目のうち59項目207条項が権限以上の結論となった。平成23年の通常国会にて 所要の改正を行う一括法案を提出するとしている。残りのうち17項目143条項が引き続き検討となっている。これに対して地方6団体は未だ不十分であることからさらなる権限以上の推進を求めている。担当主査、神野直彦外用紐付き補助金とは国が地方自治体に支出する資金で使途を特定する。 国庫支出金のことを言う。民主党のマニフェストに基づき、国から地方への紐付き補助金を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金に、するとの方針のもと、現行の補助金、交付金等の改革を検討する。地域主権戦略対抗地域主権戦略対抗では、一括交付金化する紐付き補助金の対象範囲は、最大限広くとる。 という基本方針を示した。国の箇所付けの廃止など個別自治体への国の事前関与を縮小し、事後チェックを重視する観点に立って、手続きを抜本的に見直し、平成23年度から一括交付金を導入するとしている。これに対して、地方6団体は一括交付金の対象となる補助金等の総額については、現行の補助金等の額と、 同額以上とすることなどを求めている。担当主査、北川正康外洋地方、文献改革推進委員会、第二次勧告に基づき、二重行政の無駄、地域、住民ニーズに柔軟に対応できないといった問題を解消するため、出先期間を原則廃止の方針の下受け皿のあり方も含めて、抜本的改革を検討する。なお、 国の行政機関の定員約32万人のうち約21万人は出先機関の職員が占めている。出先機関改革の公開討議2010年6月に策定予定の地域試験戦略大綱に盛り込む出先機関改革の基本的考え方の取りまとめに向けどのような出先機関のどのような事務、権限を地方に移管していくのかについての考え方や 基準の整理に資するため、公開での討議を行った。実施は2010年5月21日、24日。内閣府行動にて、傍聴やインターネット中継も含む公開で、討議された。参加者は、地域主権戦略会議、大塚公平内閣府副大臣、津村啓介内閣府大臣政務官、大阪政治内閣総理大臣補佐官、各府省、 地方自治体策仕分け対象は、地方整備局、地方運輸局、地方農政局、森林管理局、漁業調整事務所、地方厚生局、都道府県労働局、経済産業局、総合通信局、法務局、地方環境事務所。地域試験戦略対抗国の出先機関の事務、権限国と地方の役割分担の考え方を踏まえ、 補完性の原則に基づき、その特性や規模、行政運営の効率性、経済性等の観点から、国の事務、権限とすることが適当と認められる例外的な場合を除き、地方自治体に移譲することとし、地方の発意による選択的実施や広域的実施体制の整備状況をも考慮の上、地方自治体へ移譲するものや国に残すものなどの、 類型に区分した整理を行う。例外的な場合財源、人員の取扱い事務、権限の地方自治体への異常に伴う人員の地方移管等の取扱いについて、技術や専門性を有する人材活用の観点から、職員の雇用と国と地方を通じた公務能率の維持、向上、国と地方の対等の立場にも配慮しつつ、次のような方向で、 人員の遺憾等の仕組みを検討、構築する。地方の発意による選択的実施事務、権限の地方以上の実効性を確保する観点から、事務、権限の特性にも留意しつつ、全国一律、一斉に取り扱うのではなく、地方の発意による選択的実施による柔軟な取り組みを可能とする仕組みを検討、構築する。 その際、都道府県や市町村の単位を前提とするもののみならず、広域性を有する事務、権限の地方以上を推進し、その実効性を確保する観点から関係する自治体間の意思決定や責任の所在の明確化にも留意しつつ、自治体間連携の自発的形成や広域連合など広域的実施体制の整備に応じて、事務、 権限の異常が可能となるような仕組みも合わせて、検討、構築する。今後の改革の進め方一角府省は、地方自治体策の意見、要望等をも踏まえつつ、自らが所管する、出先機関の事務、権限仕分けを行い、その結果を2010年8月末までに、地域主権戦略会議に報告する。二地域主権戦略会議は、当該、事故仕分けの内容について、 精査を行い、地域主権戦略会議としての事務、権限仕分けを行う。事務、権限仕分けの区分については、次に掲げるパターンを基本とする。アクションプランの策定事務、権限仕分けの結果を踏まえ、個々の出先機関の事務、権限の地方異常等の取り扱い方針を及びその、実現に向けた工程や、スケジュール並びに、組織のあり方について明らかにする。 アクションプランを年内目途に策定する。その際、地方自治体への異常等については、地方自治体側の要望をも踏まえ、重点的に取り組むべき事項の速やかな実施を検討し、平成23年通常国会への法案提出も含め、可能なものから速やかに実施することを基本とする。地域主権の確立を推進するにあたり、国は、 地方公共団体の自主性、自律性を阻害することのないよう努め、地方公共団体の代表者から現場の実態と感覚を聴取し、国と地方の適切な役割分担の実現に取り組んでいく必要がある。このことを踏まえ、国と地方の協議の場の法制化に向けて、関係閣僚と地方六団体の代表者とによる実質的な協議が開催され、その下に設けられた国、 地方双方の代表からなる実務、検討グループにおいて検討が行われた。その検討結果を踏まえ、国と地方の協議の場に関する法律案が国会に提出されている。2009年11月9日、直轄事業負担金問題を関係省間で検討するため、国土交通省、農林水産省、総務省、財務省の政務官で構成する。 直轄事業負担金制度等に関するワーキングジームが発足した。平成22年度から維持管理にかかる負担金制度を廃止することとなった。ただし経過措置として平成22年度に限り安全性の確保等のために速やかに行う必要のある特定の維持管理に要する費用として地方から負担金を徴収することとし平成23年度には 維持管理費負担金を全廃することとされた。直轄事業負担金の問題は国と地方の役割分担のあり方や今後の社会資本整備のあり方等、地域主権の実現に関する様々な課題と密接に関連するため、これとの整合性を確保しながら関連する諸制度の取り扱いを含めて検討を行い、マニフェストに沿って、 現行の直轄事業負担金制度の廃止とその後のあり方についてワーキングチーム等の場で検討する。地域主権の確立を目指した地方自治法の抜本的な見直しの具体案について総務大臣をトップとし政府関係者、地方公共団体関係者、有識者をメンバーとする地方行財政検討会議において検討する。ありがとうございます。